はい、CM で中国人やっておりますポジャンです。はい、職業中国人のムイムイです。今日ムイムイさん髪切ったらしいんですね。今日切った、今日切った、今日あの小6男子カットの成人女性です。まだボーイになったね。まあということで、今日実はねボーイのゲストが来るんです。ボーイのゲスト、そっからつなげ、うまくつなげましたね。そうです、ね、珍しく。実はね、あのチャンネルのアイコンをちょっとね新しくしようと思って、うん、まあ、あのこの間イラストを募集したんや。めちゃめちゃ適当に、適当でガチで来たんですよ。めちゃくちゃうまい、めちゃくちゃうまいイラスト、奇跡です。そうだから今日はあのその方に、そのボーイさんに来てもらって、僕とムイムイさんがね、いろいろやっていこうかなと思います。じゃあすみません、純一さん、お願いします。はい、お邪魔します。はい、自己紹介お願いしていいですか。はい、ベテラン日本人の純一です。純くんです。ちゃんとね、スキル持ってる日本人ですから。いや、うちのチャンネル出てる日本人はだいたいスキル持ってないから、ただの日本、そうスキル、ノーマル日本人が、ね、そう、はい、もう本当この方、ツイッター貼っとくんで、見れば分かるの。俺アベンジャーズめっちゃ好きで、でこの人 のツイッター見たらめっちゃアベンジャーズの絵とかあって、うん、うわ、この人に描いてもらえたら光栄だなと思って頼んだんですよ。まあイラストを描いていただいてはいてるんですけれども、まああくまでポーちゃんが決めるんで、そのこのチャンネルのアイコンにするかどうかっていうのは。でポーちゃんもデザインの学校に通ってたじゃないですか。そうですね、4年生で俺1年で卒業しました。はい、それ中退ですね。はい、天才ですか。ムーミーさんだって一応デザイン科卒です。あ、デザ、あ、そうだ、言ってた、そうだ、美人科専攻デザインそう言ってた。だから2人とも絵に精通してるってことで戦っていただこうと。ああ、はい、今日もね、台湾に持ってきたらしいんですよ。でも残念ながら今日タイバにかけてないんでね。チクシ、残念ながら。でまず、ムーミンさんとポーちゃんで戦っていただきます。はい、でそこから、決勝戦ということで、はい、純一さんと、勝った方の絵を対決させてアイコンが決まると。ああ、はい、つまり自分が自分のアイコンを描くってこと。そうだね、ポーちゃんに関してはそう。あ、チャイニーズチャイのチャンネルのアイコン、何でもいいよ。なるほど。じゃあそれでは早速対決していきましょう。じゃあポーちゃん意気込みを。意気込み、はい、まあやっぱね、あの天才なんで僕は天才なんで、もう小学校からずっとね、あのドラゴンボールの絵をね真似して描いてきたんですよ。おー、そうですね。週1です。週1枚です。毎日です。もう負けてる。新聞紙の、新聞紙の裏に書きました。そうそうそう。でもアイコンでしょ。なるほどね。まあ、待って、変化よね。もうちょっと待って、線が弱いな。にじむかと思ったらすごい少ない。意識の違いってますね。 YouTube チャンネルのアイコンの時に丸くなるっていうのを小嫁さんは意識してますが、でもまあチャイニーズチャイチャンネルなんで、こうちゃんはまあ絶対入りますので。ちっさ、ちっさ、その下のやつ何？あの腕を組んでるのを書きたくて、ミスったです。なんかちょっと違うな、俺と想像したいな。違うな。YouTube のアイコン史上、モザイクのアイコン。全然顔ない。こっちの方がセンスあるな。怖すぎる。一番右太りすぎでしょ。そうですね。あのたまに外れる風俗嬢も入ってるから。風俗嬢っていう嘘じゃない。そうです。だから顔は見たいな。そう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 。なるほどね。おお。ポーちゃんが緊張してる感じするな。めっちゃ緊張してる感じするな。こんなおっぱいに挟まれて。はい、完成です。多くね。多くね。早むさ。はい、おいよ、完成しました。はい、はい、もう終わりました。早い。そうです、さすが、まあ、先
ムエミさんからいきましょうか。じゃあ私からいきました。はいはい、完成した後はこちらです。おお、似てるね。いやいや似てない、特徴を捉えに捉えてます。もう特徴、そう、もう、はい、特にこの前髪の油具合これは多分ね、丸1日だね先生名前がポーちゃん丸1日だいたいアイコンとか撮るとき俺はあのスカルプ D を使ってから通常ね、通常のポーちゃん、うん、ポーちゃんはだから世間一般的にこう見られてるっていう、これも、もうほぼ一緒でしょ、うん、ここに置いても、もう全然違和感ないでしょ、うん、あるわ本人ほぼないね。中国人の悪い癖はね、すべての情報、国旗とかチャンネル名とかすべてあのとりあえず丸の中に収まるみたいな。いやいや、まあアイコンで、ね、そうアイコンだから、ね、いやダメですね、そういうのがもうあの本当あの古すぎるわ。そんなチャレンジャーのはい、こうちゃんの作品を見せてください。どうぞ。陰キャメガネがかかられてる。これ真ん中がポーちゃん。そうです、そうです。あの手どうした？体育座りではない。体育座り、そう、まあ、そういう風に見えますよね。体育座りではあのすごいふたぎ込んでるわけじゃない。あのこれをしたいんだよな、これをあのそう、あ、そう、あ、そういうこと。そんな感じをしたくて。説明してもらっていいですか、じゃあ、はい、ポイントを。まあ僕はもうこの自分のチャンネルでもね、あの風俗とか女好き女好きとかずっと言ってるから、うん、あのハーレムの僕です。ハーレムの僕とあのいっぱいの風俗に言うとバスタブに入ったシーンです。それを、ね、アイコンにしましたね。そうそう、わざとあの顔とか描かないんですよ僕は。よく見てください、たまにハズレの女の子もいるからね。いるね。そう、風俗中たまにハズレるからね。あとなんでチャイニーズチャイですあの配置間違えちゃってあのこうなったんですよ。でパソコンでね、あのフォトショップだとこの文字をこうやって移動できるからね。そうそうそう、あ、俺手で書いてるんだってさっき気づいて、あのちょっと余ってるんや、寂しいやん、だからですって。なるほどね、ごめんなさい。そうそうそうね。じゃあまずこの対決は純一さんに評価してもらいましょう。むいむいさんのはそっくり。そっくりなの？いや、そっくりじゃないね。いや、そっくり。髪型がすごい、こだわりが完璧ない。もう次から坊主にするわ。この 前の髪いらないわ。アイコンにするように丸くなってるのもとても感じられてる。そこ大事、そこ大事。こうちゃんのは理想の、まあ、状況を書きましたね、ハーレム。その割には顔があんまり売れそうじゃないのがちょっと童貞はね、あのこんだけあの女の子にあの囲まれたらさすがに恥ずかしい。緊張しちゃう。そうそう、緊張しちゃうんです。やっぱり理想の状況だから。理想の状況です。理想の状況だからもっとにやけてるはず、ね、それを見た人が分かる方がデザイン的に。スケベな顔描こうと思ったらこうなっただけです。実力不足です。実力不足。前髪の感じは確かにちょっと近い。自分もそう書いてるね。自然と束感意識してるね。じゃあこの対決の勝者を。いやでもいい勝負ちゃう。純一さん、うん、お願いします。アイコンとして見るなら比較的全年齢対象という方向で言えばムイムイさん。はい、そうね、その年齢。いやでもあの新しさはね、新しさ、斬新さ、斬新さだったら、斬新さは決まんないよ。ムイムイさん、まあ純一さんはねすごい時間をかけてる、はい、でもムイムイさんこの時間っていうのもまあ考慮して ね考えていただけると。じゃあ純一さんの絵お願いします。僕が描いてきたのはこちらです。はい、すごい完成度が高い。下にあのちょっと知らない人が知らない人一人紛り込んでる。待って、確かに誰一人として岡田を描いてないっていう地獄よこれ。見て、ムイムイさんのも出してよちょっと。私はまだね、あのこの限られたスペースにポーちゃんの顔をもう最大限に出したから、ポーちゃんあんだけ描いて、確かにこんだけ描いて、いやこの中に岡田がいるのかもしれない、もしかしたら。いるわけないよ。うまい。これしかも手書きですよね。あ、そうです、僕全部手書きで絵描いてるので。すごい、すごい。岡田さんはやっぱりマストかな、チャイネッチャイのコンビだね。まあちゃんとあの村署のホームページにいたのでいます、ちゃんとホームページにいるんで。岡田かな、岡田は、まあ、ちょっとアイコンだけで。そう、でまだ決まってませんからね。いや決まったらしい。いや、じゃあこれはもうポーちゃんに決めてもらおう。これやっぱチャンネルのね代表ですから。あ、なるほどね。はい、そう、自分だけかウィズ岡田君か。そう
わあ、これは選びづらいな。完全にそこで悩んでる。ちょっと戻して。岡田を消すか消さないか。そうだね。まさか。岡田が一番いらないんだよな。だけ書かなければよかったもんね。そうです。ニーズを確認してなかったな。ポーチャに対する岡田のニーズね。このチャンネルのアイコンに採用する方の名前をお願いします。編集でつけるんで静かにしてもらっていいですか。一回 CM 入ります。広告ね。OK。はい、入ってるかどうかは分かりません。はい、はい、決まりました。はい、こちらです。ありがとうございます。名前を言ってくださいって言ったんで、こちらですって言った。中日さんの方です。はい。純一さんの方です。はい、やったー。それは当たり前や。もう今日から、このアイコンになってますので。ありがとうございます。すごい、本当に綺麗。一応ちょっとこのアイコンをちょっとまあどう作ったかちょっと説明してもらっていいですか。もともとのアイコンは朝日方がうんぬんっていうので、あ、批判されるかもしれないっていうのは質問のコーナーだったので、もし欲しいのであればちょっと声かけてみたんですけど、世界に活躍してほしいというか、ちょっと壮大な感じで空と大地をつけて、はいはい、でちょっとそれはいつもドラゴンボール好きだから、あ、好きですね。こうちゃんのいつも着てるパーカーの色とかを悟空の道着っぽくして、もともとはケロロ軍曹っぽくしてくれと言われたけど、そうそうちょっとキャラクターをね、人間のケロロ軍曹のキャラクターに近づけては見たんですけど、あ、そうそう、まあでもここの程度のところはね、似てるからね、軍曹のあれ、ちょっとケロロに T シャツ着てるしね。理想はこれですね。理想はこれ理想だ。本当これで描こうと思ったんですけど、ちょっとこんなね、目が丸くはないから、こうなっちゃうと思うんですよね。こうなっちゃう。確かに目これが一応ケロロに近い。どっちだ。そう、もしだったらこうなっちゃうかもしれないから、こっちの方が良かった。今気づいたの。はい、ポーちゃん、岡田くん殴ってない？あ、殴ってる。確かに、まあ、仕組んじゃねえよみたいな。そうだね、普段の関係性が出てますね。いや、これはもう絶妙、普段の関係性というか、普段会ってないけど連絡も取ってねえよ。じゃあ以前の関係性ですね。以前、それこれ以前の関係で、パワハラ以前の関係性で。岡田さん、これを見て初めて欲しい、このアイコンわかる。ああ、そうですね。なるほど。そうですね。彼は良かった、ああ、良かったってところですね。またアイコンで生き続けられる。気に入っていただけてよかったです。こちらこそ、もう本当は。どのくらいかかったんですか、これは。まあ、いろいろしながら、ちょっとずつやってたので、うん、1月ぐらいの中で、時間を見て、延べ1ヶ月の中で、下書き、ペン入れ、下書きして、先に DM で送って、ちょっとこれどうですかって言って、初打ち合わせして、ゴーサイン出てから一気にやって、って感じですね。ありがとうございます。ありがとうございます。純一さんのね、いろんな情報概要欄に載ってますので、ぜひそちらからいろんな、さっきポーちゃんが言ってたアベンジャーズの絵とか、結構アメコミの絵をさっき見せていただいたんですけど、めちゃめちゃうまい。いや、ありがとうございます。本当にすごい。あ、そうです。気になった方はぜひ見てみてください。はい、はい、ではポーちゃん、さよなら。さっぱりしすぎなのよ、いつも。さよなら。この動画に対する感情とかないの？いやこれ何ですか、これは。便秘の時にちょっと買おうと使おうと思って。病気すぎるのよ。いや、これは結構結構前のやつですね。あ、結構前、今は違うんだ。今はこちらです。痛め止めとツールの尿酸も抑えるおじさんよ。おじさんです。はい、さよなら、はい、さよなら。